愛知県第二区はかつて存在した衆議院の選挙区。廃止時の定数は4。現在の小選挙区では7区、8区の全域と5区の内北名古屋市と清洲市と豊山町、6区の内加須貝市と小牧市に該当する。2017年の区割変更後に瀬戸市の一部が7区から6区に移る。自治体の名称は 第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数109万9047人、投票率65.26%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行。 当日有権者数、101万6710人。投票率 73.、73.14%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。執行当日有権者数、93万9855人。投票率 70.、70.49%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数。 89万9356人、投票率66.28%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行。当日有権者数、84万6742人、投票率74.49%第35回衆議院議員、総選挙10月7日、執行当日有権者数。 83万4730人、投票率69.44%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数79万5328人、投票率74.34%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数70万7404人、 投票率 68.、68.89%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、615。783人投票率 70.、70.97%、第31回衆議院議員総選挙1月29日執行、当日有権者数、51万567人。 投票率70.26%第30回衆議院議員。総選挙11月21日執行当日。有権者数43万1639人。投票率75.94%第29回衆議院議員。総選挙11月20日執行当日有権者数42万3922人。 投票率 78.、78.59%第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行当日有権者数、人投票率。第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数、人投票率。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数。 人投票率、第25回衆議院議員総選挙10月1日執行、当日有権者数、人投票率、第24回衆議院議員総選挙1月23日執行、当日有権者数、人投票率、第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、人投票率。ありがとうございます。